はい、陰極の MS 速稼塾の久保でございます。やっぱりね、くれぐれもなんかね、もう本当に憤りを感じませんけどもね、憤りを感じるんですけども、この GoTo キャンペーンがね、一部制限とかなんかキャンセル料が補填だとかね、まあいろんな話題出てますよね。で、私報道の方すいません見てませんので、インターネットでのニュースサイトの検索を繰り返した中でなんですけども、 GoTo キャンペーンがどうだったのかとかね、GoTo キャンペーンがなくなっちゃうと持たない業者がいるんだって、まさにその通り正論なんですけども、いや、そこだけじゃないんですよね。そこだけではなくて、 GoTo キャンペーンがなくったって事業者を持たせる方法なんていくらでもあるし、国民を支える方法なんていくらでもあるんですよ。それをやっぱりね、もう尾身会長ですか、あの人も言わないしね、医師会の人も言わないしね、その他の、今の政府のなんですかね、その無策ぶりにね、いろんな苦言を言う人も、これはなかなか言ってくれないんですよ。なぜかっていうと何かっていうとね、それは所得保障ですよね。 GoTo キャンペーンっていうの目的っていうのは、楽しく旅行しましょうっていうのが趣旨だと思われてますけど、そうではないんですよ。だから旅行してる方は余裕があっていいよねっていうのも全くまとわずで、そうじゃなくて、お金を使える人とか動ける人には動いてもらって、で、消費地、観光地、飲食店、宿泊業の方に少しでも仕事とお金をっていう形だったんですよ。でも今第3波と言われてるこの時代にね、別にそんなことわざわざやんなくても、 GoTo なんとかなんで全くやらなくても、その分のあらりを直接ね、事業者さんに渡せばいいことなんですよ。そしたら旅行者も旅行せずに済むし、それから飲食店の方とか旅行業者の方とかもね、全く仕事をすることなく、安全なところに必要最小限の作業をしてですね、感染を広めることなく、そして感染の不安に怯えることなく、きちんと入金があるってことで、もうこれいいわけなんですよね。で、なんでね、人が動いて、その動いたところに補助金ということで、形だけ仕事をしてるところにこうね、お金をあげるみたいなことをね、これ形だけ仕事してるっていうのは事業者さんじゃないですよ。これはね、政府のお役人のことですよ。なんかをやってる感を出してお金をつけるみたいなね。だ、そんなまどろっこしいことして予算を使うんじゃなくて、予算そのまま何もしてないところにぶち込んでいけばいいと思うんですよ。で、その一つが、このあらり保証ですよね。各事業者さんに、まあ、このあらりの計算ってのはどうするのかってまた問題がありますけども、去年の実績なり業界の平均値なりで補填していくとか、一律現金給付していくとかね、それからあらゆる国民には定額給付金をやっぱり再配布していって、で、これで電気代とか水道代払ってくださいとか、これで年を越すための餅を買ってくださいとかね、で、やっていけばいいのかなと思うんですよ。結局 GoTo なんとかっていうのは需要喚起策ではあるんですけども、需要喚起しなくてもいい時期じゃないかなと思うんですよ。今わざわざもう食べるものとか飲むものってのはね、これは必要だと思います。衣食住は大切なものだと思いますけども、その旅行を別にね、煽んなくても今はいい時期だと思うんですよ。旅行したりとか外食を一生懸命行きましょうみたいなことを煽んなくてもね。で、私もその GoTo Eat のチケットを買ってますけども、これは外食をするものではなくて、あれですよね、持ち帰りテイクアウトしてるところの商品を買うためのものですから、だからね、これで外食を楽しもうっていう、まあ楽しめれば楽しみたいところもありますけども、例えば個室の高いところっていうのは GoTo のチケットでこういう時だからこそ行けるっていうのがあります。そこはもう接触がないんで、他社とのね、本当に必要最小限の接触になりますから、それはそんなにね、クラスターを起こすような危険性は低いと思うんですけども、どちらかというとその人の移動を伴うものとかね、それから大人数で飲食をすることを前提とするところに補助金を入れる今回の GoTo なんとかっていうのは全くまた外れでね、やるにしても今の時期じゃないだろうと。政府の方も言ってるのは、感染収束が収まって国民の不安が聞いた時に V 字回復策としてこれをやりましょうっていうふうなことだったんですけども、それならね、第一次補正予算でちょっと早かったと思いますけども、組み込まれたのも分からなくはないんですけど、それを前倒しにしてやってね、前倒しにした結果、国民の不安をさらに煽って、しかも一部の方だけがその GoTo なんとかっていうのを繰り返し使ってると。その一部の方の GoTo なんとかっていうのは、これ私の想像ですけども、その感染の非常にね、可能性の低いところ、例えばもうマイカーで移動していって、移動先の旅館はもう完全個室で他の方とは触れ合わないようなところを部屋を取るみたいなね、そういう高級なところをバシッと取る時には GoTo なんとかっていうのはね、すごい総額で半分ぐらいになるわけですから、支払いが実質半分なわけですから、それ10万のところも5万で泊まれるってなると、しかも安全度が担保されるとなると、それは使うの分かるんですよ。でも実際に中堅のところとかね、それから新幹線とか電車とか
集団行動を伴う移動をこれ前提として、しかも行った先ではそのビュッフェ形式の大きな大広間で不特定多数の人ともう一緒にね物を食べるとかビュッフェみたいなね、それから食事の会場で100人ぐらいいるところでこのテーブルには間隔があるとは言ってもねやらないといけないとか、これはね事業者の人も負担が増えるし大変ですよ。いいことが全くないと思うんですよね。まあいろいろと申し上げましたけども、 GoTo なんとかに対してやめるべきじゃないかって答えがあるのはいいんですけども、その後やめた後じゃあ事業者が持たなくなるって言葉止まりになってるんですよ。違うんですよ、事業者を持たせる方法は何も GoTo じゃなくていいんですよね。現金直接配ればいいでしょ。 GoTo で使うべきだった予算を少なくともそれを振り向ければことは済むわけなんですよ。なのに何かね、 GoTo やめたら店が持たなくなるみたいな発想だったりとかして無理やり GoTo を続けようとしてるのが政府の意向じゃないですか。だからそこに対してね、まあGoTo やめたって別に財政出動すればいいじゃないですかって話をね、もっともっと、まあ、マスコミ各社それから事業者さんとかね声を上げていかなくちゃいけないのかなと思うんですよ。そうですね、もともとねその旅行業者さんとか飲食店さんにちょっとね苦しいのは分かりますけども、あえて言わせてもらいますけども、そのキャンペーン事業で仕事をしたところに補助金をつけてくれなんてことを言うんじゃなくて、我々はもう仕事をしない、でも粗利保証してくれって、この声一本でよかったと思うんですよね。そういう業界の方の声が官邸には届いたわけですから、今一度もう一歩突っ込んでね、何もしないんで金をくれと、これを言ってほしいなと思うんですよね。そうすることによってまずは事業者さんがきちんとね保証を受けながら店舗っていうものを守っていける、会社っていうのを守っていけると、そして今回の件が収束した時には潰れずに済んだ店とか潰れずに済んだ会社っていうのがそこからまたね粗利保証してちゃんと仕入れの金額も確保されて借金の負担もない状態でドカンとね V 字回復できると思うんですよ。従業員さんの確保ってのも大事だと思うんですよ。従業員さんにまあ保証しながらね、その会社にいてもらう、その飲食店にいつでも出勤できる体制で自宅待機してもらう、そしたら来週から店オープンしますよ、再オープンですよって時に従業員さんがよしと思ってまた今度はお給料をもらいながら働けるわけじゃないですか。でも今お店を解雇してしまうと今度ね回復しようと思ってもじゃあ人を採用しましょうかってところから始まるんですよ。でも人を採用しようかなと思った時には売れっ子の20代30代は自殺率高まってるわけですよ。人集まんないですよこれ。だからそういうことまで考えていろいろと政策立ててほしいなと思いますよね。これ別に私が言わなくても当たり前のようにね思いつくことだと思うんですけどね、 なんでね GoTo を見直すかどうかみたいなね、そういうところに足踏みしてるのかなと。 GoTo はまたね来年のオリンピックが終わった後にやりますとか、オリンピックと合わせてやりますとかっていう風な立て付けでもいいと思うんですよ。じゃあそれまではどうするのと、飲食店さん旅行業者さんとあらりは保証するんで今はすごもりしといてくださいと、このぐらいのことがね言えないのかな、そしてこのぐらいのことを言わせられないのかなってねやきもきしちゃうようなねそんな日々でございました。皆さんいかがお感じでしょうか。特別定額給付金、その先に国民の生活支援っていうのもねあると思うんですけども、なぜかねなんかこう下村政調会長とかその他のちょっと忘れましたけど公明党とかね、なんかだんまりですよね。こういう時に動いてくださいよ。もう普段はだんまりでいいんで、普段はね選挙アピールしなくていいんですよ。こういう時に選挙アピールでも何でもいいから、俺がこの国を救った、国民を救ったっていうような実績を作ってほしいと思いますよね。俺についてこいとね、政権に俺たちは切り込んでいくぜみたいなね、そんな政党ないんですかね。ね、令和新選組ぐらいじゃないですか、まともなこと言ってるの。どう考えてもこれね、どう考えてもそうですよ。どう考えても令和新選組以外に今の政権に切り込んでくれてる人はいないし、国民の声のまさに代弁をしてるのはそこしかないですよね。その他どこがここまでの令和新選組ぐらいのポスターどっかありますけど、これか、これ国民が求めてることでしょ。これこの消費税廃止とか毎月10万円給付、この2つが別になくてもいいですよって人いますかね。この2つがあればなんとかやっていけるっていう風な方ばかりじゃないですか。なのにこの2つの提言をね、ここ以外はどこもしてないですよ。ここ以外はもう節穴政権です。節穴ですよ。もう野党も節穴、失礼しました興奮しちゃってね、すみませんでした野党も節穴、もうね怒りでねゲップが出ちゃいましたよ、ということでね、ちょっと緊張感なくなっちゃいましたけども、すいません。私が言いたいことは、特別定額給付金を出せっていう政党がなさすぎる、ここだけね。
で個人でも言う人が少ない、本当に欲しがってるのかと私も疑っちゃいます私のこの動画に集まってくださる方はその点では一致団結してると思いますけどもね、まあ一部出るわけねえよみたいなのがね、腐ってる人もいますけども、そういう方はだんだん私の動画から離れていくと思いますんで、結局私の動画をねここまで見てくださる方っていうのは心から本当に自分の状態にヘルプミーを出してくれてる方だと思うんですよ。苦しい時はね助けてもらいましょう。私たちは自分でできない時は自己責任ではないです。これはね私たちが生きている環境を作っている国のせいなんですよ。で国に対して私たちはいろんなことをやってくれると思うから国の指示も従うし法律も守るし納税もしてるわけなんですよ。私たちは決まりを守らされて、私たちは税金を払わされておとなしくしてるのに、困った時に知らんぷりみたいなね、そんなことのために政権をね菅総理はじめ権力を持たせてるわけじゃないんですよ。今権力を持たない方が私たちの味方ですよこれは、ということでね今回の動画です。